道内ではきょう札幌市が2450人旭川市が547人小樽市が266人など合わせて7463人の新規感染者が発表され11人の死亡が確認されましたきのうの新規感染者数は3800人台で2日ぶりに7000人台に戻りました11月に入って感染が急激に広がっていてきょうは 前の週の土曜日のおよそ1.5倍です病床使用率は北海道全体で32.3%札幌市は43.7%で医療機関への負荷も高まっています